ける、たける、心を殺すことはある。思うまま泣いて笑う君は俺の心奥底まで響いて周り見ずに一人傷つきそこでもあれ脆さに気づき人目はばからずに涙流して嫌なことから無理やり羽ばたいて返す自分の中で涙乾いたら違う眺め時に夢破れ涙溢れまだある先で消やせたい弱すぎて怖さも言えるありのままで俺でいれる抑え込んだ感情なら今だそうありのまま生きるならば今だぞ涙の数だけ大きくなるわけそこに本当の自分があるだけ溢れた感情は単純にこぼれる涙止めず泣いて枯れるだけ溢れた感情は単純に疲れた君をそっと包んで忘れるため何やったか谷原さんですか。あ、なんか可愛らしい。意外に可愛いですよ。お嬢さんから紹介していただいて、はい、でもなんとなく概要聞いたらぜひ大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい。今、おいくつの方ですか。37ですね。あ、そうですか。はい。地元の友達なんですか。地元の僕先輩で、僕は中学校2年生の時から知ってて。公益5回行ってます。はい、5回行ってます。はい。いつ出てきたんですか。ちょうどもう、今月の、今月で1年になります。今月で1年。はい。素晴らしい。いや、ちょっと1年我慢したと思うんですね。はい、そうです。なるほど。はい。まあ、普段、谷川さんの状況で言うと、はい。出てきて、はい、何知ってるんですか。今はちょっと出てきた当初はちょっと工場の方でちょっと工場の方で働いておったんですけど、ちょっともうコロナの影響によってちょっと仕事が薄くなってしまって、でそこからちょっと現場の方をちょっとちょこちょこ応援で行ったりとか、はい、させていただいてて、でその中でちょっと今のちょっと農業の方ちょっと力入れてちょっとやっていこうと思ってますっていうのもちょっと取り組んでます。はい。なるほど。はい、そうです。ドアルミスさんとは どう再会したんですか。再会、いや、もうずっともうここ十何年ずっと一緒にもう道中 してるんですけども、はい、その中でまあまあその中でもちょっといろんな自分の中でもその、まあ、薬やっちゃったりとか、はい、まあいろんな問題があってまあちょっと裏切ってしまう形とかもたびたびあったんですけども、それでもまあ手差し伸べてくれて、でまあ今の現状があるような状況です。はい。なるほど。どんな環境で育つんですか。環境ですね。自分は上に兄貴が、実の兄貴が一人いてまして、はい、で母親と父親はおるんですけども、で自分が17歳の頃にちょっと親が離婚して、はい、で母親の方に引き取られる形になったんですけども、はい、はい、でそこからまあちょっと父親も昔に薬行ったりとかしとった時期があったみたいで、でも覚醒剤ですね。はい。でその後僕もまだ幼い時だったんで全然わからなかったんですけども、はい、でまたその自分のお兄ちゃんが、はい、まあまあちょっと捕まってまああることして捕まって実家精肉店やってたんですよ、はい、家族で、はい、はい、でそこで自分の兄貴も働いとったんですけども、はい、そこで仕事が回らなくなっちゃって、でそこで父親がちょっとまだ薬とかするようになってちょっと家庭がぐちゃぐちゃになってしまって、はい、でそこでまあまあちょうど17の時に離婚して、でそこからもう自分もまあすぐに少年院行ったりとかするようになったんですけど、はい、ちなみに町の精肉店って、はい、お父さんが薬をやるってのはそれは何ですか。闇の世界につながりがあったんですか。そうですね。自分の父親も、まあ、当初若い頃、暴走族とか、そんなん知っていて、はい、まあ、ちょっと、はい、ヤンチャのつながりっていうのは、ただも あったと思うんですけども。なるほど、ね。はい。お兄さん、何で使われたの？言える範囲で。兄貴は、ね、障害と、鉄刀とか、なんか、そんなんやったと思うんですけどね。ちょっと、はい、僕もちょっと、うろ覚えなんで、あれなんですけど、はい。でも、一家は、はい、なんとか、ヤンキー一家だったの？ヤンキー一家っていう、あ、まあまあ、そうなんですけど、母親もまあ、真面目なんですけどね。
はい、母親は真面目なんですけど、まあまあ父親と自分と兄がちょっと前に入っちゃいましたね。はい、兄さんは 何で捕まっちゃうんですか。僕は一番最初ですかね、はい、少年行った時ですか。じゃあ例えば一番最初は何で捕まるんですか。一番最初少年行ったのは、車の窃盗とかですね、金庫破りとか。そうなんです。車窃盗、はい、やっぱ車盗んで売るってことですか。そうですね、はい。どういうシステムですか。どういうシステム、僕はまあ盗んできた車を、はい、まあ、その先がまだおるんですけど、そこの最初はちょっと海外の方に行ったりとかしてたと思うんですけど、はい、あ、じゃあ間に繋がってる人にが海外に流すってことですか。そうですね、はい。あ、いくらもらえるんですか、車は。ね、もうピンキリなんですけど、30から50ぐらいちゃうんですよね。ものによるんですけども、はい、車種、はい。それを仲間で売ってるんですか。一人でそこに盗むみたいな。はい、仲間で、そう、仲間内で、はい。それ一発で捕まるんですか。それも何個かやってるうちに捕まってたんですか。そうですね、はい。グループが多かったんで、その時暴走族のグループがあって、はい、でそこのまあまあ延長線上でやってたような。はい、で、谷さんも暴走族入ってたの。はい、暴走族、はい、やってました。車の窃盗で捕まるとどんぐらい少年院。僕は、短期の少年院だったんですけど、ね、半年その半年間どんな生活ですか。まあ、もう毎日そうですね、もう筋トレですね。あ、そうさんも言ってます。はい、筋トレ、あと、畑ですね。農業やってましたね。農作業。それ農業やるんですか。はい、それはもうその毎日の日課になりますね。あ、そうなんですか。はい、出て、はい、高校卒業して何するんですか。ね、少年出た後もまあまあ変わらずちょっとプラプラしてましたね。はい、はい、プラプラってのはもうその当時おったメンバーと一緒にまた再会して、はい、でそこらまあいろんなやんちゃしたりとか、まあ、その暴走族の真似事じゃないですけど、まあまあそんな復帰したんですか普通に。はい、で僕が少年入ったのが18歳、で出てきたのが19歳だったんですけど、はい、でそこから1年ぐらいおって成人式迎えて、はい、で少ししてまた逮捕されたんですよ。何で。それは罪状がすごくあって。すごく。はい、すごいだったね。傷害と、はい、で強度健康、強度健康いたのあいた暴走ですね。はいはいはい、暴走で。産業廃棄物取締法違反。何ですか産業廃棄。ゴミを、はい、言ったら自分らバイク置いたりする倉庫借り取ったんですよ、大きい倉庫。はい、でそこにまあいらなくなったバイクの部品とか、はい、まあ、その倉庫片付け しとって、はい、でそれを軽トラに後ろゴミ積んで、はい、で山掘りに行ったんですよ。で当初その僕らそのゴミ掘って捕まるなんかその全く思ってなかったんで、はい、でそれ普通に掘っとったら警察来て、はい、そのまま、それが事件になっちゃった。あ、はい、まあまあそこダメはダメっすよね。そう、そうですね、はい、はい、普通の考えでそうだったんですけど。あ、はい、他に罪状もあるんですか。罪状がそれ以外にあとは何だろう、窃盗ですね。ああ、そうか、そうか、窃盗。引き続き車を盗んでるかってことですか。そうですね、はい、はい。その時の思考ってどんな感じですか。もう普通に、はい、なんていうか捕まるの嫌だなとかはなく、もう悪いことを。そうですね、全くその捕まることに対して、まあ、やったら捕まるっていうのは分かってたんですけど、はい、まあ、そこまで何も考えてなくて、はい、まあ、そのやってることがまあ毎日みんな仲間と一緒におって、はい、まあ、そういう日々が毎日が楽しかったみたいな時期ですね。はい、これは次は刑務所に行くんですか。はい、刑務所、少年刑務所に行きましたね。少年、はい、少年刑務所と少年何がどう違うんですか。少年刑務所、少年院言うたら、はい、長くてもやっぱ、最長でも多分2年とかそうなったと思うんですよ。はい、でまあ少年刑務所言うたらもうほんまにほんまもう刑務所ですよ。刑務所で、まあ、年齢が大体26歳ぐらいまでが収容されるような施設なんですよね。はい、これはどれぐらいの期間なんですか。約5年。5年。はい、そうそう、罪状がいっぱいあった。罪状、はい、そうです。5年間もう長く長かったですね。何してんすか、5年も。5年ももうずっともう中で、ね、ずっと毎日同じことの繰り返しですね。はい、どんな一日のスケジュールですか。スケジュールはまあ朝起きて、でもう一斉に布団畳んで、うん、で点検受けて、うん、で朝ごはん食べて、うん、で随時順番で各工場に廃液していくっていうような感じですね。うん、
でそこでまあ朝の朝礼が終わって、でそこから作業を開始して、で、まあ、まあ2時やったり3時やったり、まあ、定時の時間まで仕事作業して、そこからまたあの社房に帰って点検受けて、また、そこからまあ10時間みたいな感じですね。はい、はい、少年刑務所はもうやっぱり、ね、その若い子の集まりなんで、はい、でまあ日本、まあ、全国から集まって、はい、まあやんちゃところが集まるんで、はい、もう若いんでもう毎日喧嘩あったんですね。そう、じゃあ谷川さんも喧嘩してるんですか？僕はまあまあその何回かあるんですけど、大将のそんな喧嘩みたいな大きい喧嘩っていうのはないんですけど、はい、はい、ちなみにその5年間の中で生活の娯楽って何なんですか？はい、娯楽はねテレビだったり、はい、あとはあの慰問というて、慰問中って外部から、はい、まあ言うたらちょっと歌手とかが歌いに来てくれたりとか、激励の激励があるんですよ、はい、まあ、そういうのがまあ楽しみな一つでしたね。激励ってどんぐらいの日なの？そんななく毎週曲じゃないですか？毎週じゃないですね、もう年に何回かなんですけど、はい、誰使うんですか？刑務所ばっか回ってるなんかその女の子のグループがあって、なんかペペかなんかいうのがいてまして、はい、その人らよう来てました、毎年来てましたね。へぇ、はい、あとはそのなんかあの劇団ちょっと忘れたんですけど、劇団来たりとか。へぇ、はい、そっか、はい、落語やってる人とか来たりとか。はい、へぇ、じゃその胸に出たらでも23とかあれ 25？ ちょうど26ぐらいですね。 26です、はい、あ、そうですね、25から26にかけてですね。ちょで出てきて、はい、で26でじゃあ久しぶりにこう、はい、しゃばってるんですか、いわゆる。はい、そうですね。出てきて どんな気持ちだったんですか？出てきた当時はもうほんまにちょっとその時はもう真面目にしようと思ってたんですよ。はい、で、まあ、母親もずっと苦労かけてきてたんで、はい、でそこでまあちょっとでも安心した姿を見せてあげたいっていう気持ちが強くあったんですけども、はいはい、まあ最初の頃ずっともう真面目にしとったんですよ。はい、真面目にしとったんですけども 2ヶ月か3ヶ月ぐらいしてからまたちょっと先輩とか、はい、まあもともと当時遊んどったメンバーだとまた再会するようになって、はい、でそこからまたちょっと自分の生活リズムっていうのが崩れてしまったんですよ。結局また悪い人たちにつながっちゃって、はい、次は何するんですか？で僕その5年ちょっともう落ち込んで、で仮釈が6ヶ月もらったんですよ、はい、仮釈放、はいはい、でその仮釈放が切れるちょうど1週間ぐらい前にまた僕捕まっちゃって。何で捕まるんですか？その窃盗ですね。いや、はい、窃盗を我慢することできなかったんですか？はい、もうできそうですね、何も考えてなかったですね。その僕ら友達らと一緒に、先輩らと一緒にバイク取りに行って、はい、バイク盗んだのがバレちゃうんですか？バレちゃう、はい。へえ。でも26っすもんね。26です、はい。で先輩はもっと年上ってことですもんね。先輩が僕の、その当時おったのが2つ上の先輩ですね。はい、でもその28とかでまだバイク盗んでって楽しいって人もいるってことですよね。はい、そうですね。ちょうどほんで僕が帰ってきた時にもう地元の先輩後輩とかももうみんな旧社会盛んでして、はあ、もうみんなバイク乗っとったんですよ。そういうことか。はい、じゃあ旧社会人たちって別に真面目に、はい、楽しくやってる人もいるだろうけど、はい、普通にまだ本当に暴走族みたいにバイク盗んでる人もいたってことですか？当時はまあ僕らの地元の方ではちょこちょこそういうの人間らもいてましたね、正直。はあ、はい、そうなんです。でなんか、はい、勝手なイメージ、大人たちがちょっと青春を思い出して楽しんでるぐらいのほっこりした感じなのかなとか思ったんですけど、まあもう大半が多分そうだと思うんですけど、まあ一部はそういう人間もいてますよね。ゴリゴリのところもあるんですね。はい。はあ、はい、すごいっすね。はい、次の窃盗はどんぐらい、じゃあ刑務所に？約3年ぐらいですね。じゃあやっぱあれですか、もう、はい、歴、犯罪歴が多いから、はい、そのバイク窃盗ぐらいで3年になっちゃったことあるんですか？そうですよ。見たら少年の時から、もう窃盗が結構多かったんで、はい、はい、まあ、それが、まあ、類犯扱いみたいな感じでなっちゃって。一年さん、窃盗がめちゃ重要って、はい、パニアンさん、別に精肉店の息子じゃないですか、はい、お金の家計的な感じで言うと、はい、どうなんですか、その割と裕福なのか、どっちかっていうと貧乏なのかっていうと。いや、まあ、普通の、もう普通でしたね。もう貧乏でもなく、まあ、まあお金持ちでもなくて、もう普通の。そうそうそう、一般。別にだから本当に何かお金に困って盗んでるわけでもないし、はい、
盗みたいから盗んでるってことですね。そうですね、当初はもうその行為がなんかもう楽しい、そうですね、楽しかったとか、ゲーム感覚みたいな感じでやってた。なるほどね。はい、やってましたね。じゃあまず3年捕まって、はい、同じように規律で正しい生活を送って、はい、じゃあぶっちゃけどうなんですか、はい、刑務所にいる時の方が体の調子とかいいんですか。健康的な生活を送ってるじゃないですか。あ、そうですね、はい、体の調子は多分刑務所おったらええですね、うん、はい。やっぱその出てる間は覚醒剤とかもやってるんですか。覚醒剤もはい、ありますけども、うん、その何ですかね、僕はそのね、常時やるようなタイプじゃなくて、サブ中というほどじゃないですか。はい、そうなんですよ。で、なんていうんですかね、覚醒剤、僕がやるときってなったら、なんかまあ、自分が何か、例えば、出所式で、はい、で、まあ、当時おったメンバーみんな真面目にやってるんですけども、はいはい、まあ、その中で、みんな頑張ってる中の渦の中に帰って、で、はい、劣等感感じてしまうんですよ、僕は。僕も頑張ろうって一生懸命なるんですけども、勉強もいろんなことするんですけど、やっぱついていかれへんかったりとか、はい、まあ、なかなか結果とか出されへんかったりとかした時に、そう、薬の方に逃げちゃう癖があったんですよね、傾向が、はい、それはやっぱそっか、精神的に辛いから薬で忘れたいってこと。そうですね、もう一時なんですけどね、もうその薬なんかやっても何も解決しないんですけども、はい、もうそういう逃げ癖というか、薬に対しての、はい、そういう感じですね、その薬に関しては。なるほど、ね、はい、それが3年我慢して、はい、もうそれで30とかですか。そうですね、29ぐらいですね。そうですね、30、はい、貿易5回って言ってたじゃないですか。はい、5回来ました、はい、今2回目ですか、3回目ですか。30で出てきたのは、そうですね。何回目ですか。29で2回目です。まだ、あ、じゃあまだあと3回あるんですか。あと3回あります。はい。そうです。3回目は何で使うんですか。3回目が覚醒剤ですね。やっぱじゃあそれ同じくですか。そのさっき言った、はい、出所してきて、はい、29歳、はい、29、周りみんなもう真面目に仕事しています、はい、ちゃんと7子家族もいてみたいな。はい、そうです、はい、お金もしっかり持ってってとこですか。そうですね、はい。前から買うんですか。それはもう普通にその辺って言ったらおかしいですけど、まあまあ大阪にある地域がありまして、西成という地域があるんですけども、あ、まあ、そこは当初その売人とかがいっぱいおった町なんですよ。ああ、そうですか。昔は、はい、はい、そうなんですよ。そこに行けばもう何かしら買えるっていうような、地域で。それどんな人が売ってんすか。ああいう西成じゃちょっと労働者っぽい人が売ってんのか、はい、ゴリゴリのヤクザの売人みたいな人が売ってんだろ。もういろんな人いますね。その作業服着たもう普通の現場の格好したような兄ちゃんとかだったり、まあ、ゴリゴリの人だったりとか、はい、そうなんです。で、それを いつバレるんですか。それはそのちょうど僕がその西成に買いに行って、でそのままコンビニ入ったんですよ。コンビニ行ってコンビニのトイレで、まあ、その覚醒剤を、まあ、使用したんですよ、トイレの中で。あ、それももう買ったらすぐ使うんですか。もうその時はもうすぐ使いましたね、はい。やっぱ飢えてるか。まあ飢えてる、あ、まあ、そうですね、はい、飢えてるというよりももう行きたいという気持ちが強くて、はい、もう打たないとまともにいられないってことですか。もうその時の状況はそうですね、はい、でもコンビニで打ってたの、はい、打ってたらいきなりガチャガチャってドア開いたんですよ、はい、これ何や思うた警察入ってきて、だから なんでやろうなと思ったら、僕が買ってるとこからずっと見られとったんですよ。あ、はい、ほんで僕がコンビニそのまま入って、はい、便所の中入っていったから、まあ、その間に警察が鍵、店員さんに言うて開けてきたんですよ。っていうか、じゃあそれって、はい、なんて言ったんですかね、警察は谷川さんをマークしてたとか、やっぱ。いや、マークというよりも、まあ言ったその西成いうところがそういう、まあ、薬物とかすごい街なんで、もう常時もおるんですよね、警察が。そもそもそう。へぇ、はい、で、それでもうずっと、まあ、どこにおるか分からないんで、はい、もう隠れて見てるんで、そこでもう見られとった状況で。それまた、はい、懲役どんぐらいなんですか。それが1年半ぐらいですね。あ、じゃあ覚醒剤を買う方が、窃盗よりは罪は軽いんですね、はい。そうですね。僕がその罪状で捕まったのが初めてだったんですよ。はい、そうか、窃盗も繰り返したら長くなるけど、はい、
窃盗かけるの次覚醒だったら覚醒剤はまだゼロなんですね。そうです、はい。あ、歴がゼロと。はい。はあ。捕まるじゃないですか。はい、そうなんです。捕まってる最中やっぱやりたくなるんですか、ずっと覚醒剤は。だって絶対もう買えないわけじゃないですか。買えないですよ。あのそれなんかよく覚醒剤経験してる方とかがよく言うんですけども、はい、虫枠とかやりたくなるっていう気持ちによくなるっていうよう聞くんですけど、はい、僕それが全くわからないんですよ逆に。へー、そういう気持ちになったことなくて、虫枠わーとか、はいはい、そういうのが全く感じないんですよ。はい、そういうふうに逮捕されるじゃないですか、はい、一緒に捕まる人たちって、はい、自分よりもとんでもない極悪人とかいるんですか、やっぱそのなんとか、まあ覚醒剤とか窃盗がよく悪くないっていうわけじゃないんですけど、はい、もっと凶悪犯罪の人も一緒に暮らしたりすることもあるんですか。ありましたね、はい。あれも僕一緒の部屋だったんですけども、はい、当初そのちょっとあと2人暮らししとったんですよ、ある子がね、はいはい、僕の一緒の部屋やった子が、はい、ほんで2000円かなんかをその友達に貸し取ってなかなか返してくれなかったらしいんですよ、はいはいはい、ほんでその子が寝てる間に、はいはいはい、彼女じゃないですか、はい、金槌で頭を殴って、それで殺してしまって、でそこからトイレでバラバラにしたんですよ。あ、そんなバラバラさせてた、はい、それ一緒だったですね。へえ、はい、そういう方って、はい、なんですか、はい、やっぱちょっと感覚違うなとか思ったりするんですか。ちょっとやっぱりあの、同じ犯罪罪名は違えど同じ犯罪者なんですけど、中におるちょっとなんかちょっと違いますね、やっぱり目がちょっと違いましたね、やっぱり。それ何ですか、どういう目なんですか。なんかもうこんな言うのはあれなんですけど、もう死んだ魚の目というか、もうそういうなんかもうドヨーンとしてるんですよ。はい、なるほどね。はい、そうなんですよ。ちょっとなんか気持ち悪いというか、なんかちょっと怖いっていうような感覚でした。あるというか、そうなんですよ、はい。4回目、5回目も覚醒剤ですか。いや、4回目があれなんですよ、あの野球賭博ですね。ああ、それじゃあダルビッシュさん。あ、そうです、そうです、はい、そうです。ああ、はい。その野球賭博ってどういう野球賭博なんですか。はい、仲間内で賭博してたんですか。そうそう、仲間内で賭博しとって、でそれが罪の意識が全くなくて。え、そういったんですか、麻雀でお金かけてるぐらいの感覚。そう、ほんまそんなレベルの感覚でおったんですよ。まさかそんな大々的なそんな穴になると思う、まさか思ってなくて、はい。そうです。受け事を、はい、違法的にしてるってことで捕まるんですか。そうですね、はい。全部皆さんどんぐらい捕まったんですか。刑ですか、はい、僕が1年4月ですね、それで。はい、それが終わったら、それが、33ぐらいだったんですかね。はい。次はいつですか。が、33で、次が捕まるのが、35。それは、それも窃盗ですね。はい。それはね、一番最後に、それはあの服ですね、服。え、服、服、あ、服じゃないわ、カバンです。カバン、カバン、はい、カバン。僕ね、その当初あのダルクいう施設あるんですよ。そうですね、薬物とかいろんな依存症の施設があるんですけど、そこの僕ちょっと自ら行って、あ、はい、もうちょっともう薬とかもほんまにちょっと正直やめたくて、でそこは入っとったんですけど、その施設の中入って生活しとったんですけど、中でもちょっとね、ちょっと人間関係だったり、いろんなことがありまして、でもうそれも嫌になって抜け出したんですよ。ちなみにダルクはどんくらいいて、ダルクってどんな生活なんですか。ダルクはミーティングっていうのが1日2回あるんですよ。でそれに対してやっぱ自分が薬物に対してどう思ってるかとか、おのおのが喋っていくような内容なんですよ。喋りっぱなしなんですよ。で、その誰かが喋っても、そう意見しちゃダメなんですよ。喋り終わるまで待って、でまた次誰かが喋りたい人間が喋っていくような感じなんですよ。もうほんまに喋りっぱなしに。で、ミーティングが2回あって。2回あるんですよ。で、衣食住は何ですか。衣食住は、朝、おか、あ、朝お金もらえるんですよ。2000円やったかな。2000円もらって、それで、お昼ご飯はみんなでお金出し合って、それで
好きなもんみんなで献立で考えて、うん、でみんなでおのおの作ったりとかして、うん、でそれでみんなで食べるという形ですね。夜？夜はもうおのおのその2000円もらってるんで、まあ例えばあのスーパー行って何か買ったりとか自分で自炊したりとか、そんな感じですね。はい。ダルクってとこに帰ってくるけど、はい、別に出ちゃいけないとこもないし、はい、仕事するんですか、ダルク？仕事は仕事はしません。はい。これはダルクってのは、はい、そういう寄付とかボランティアで成り立ってるところなんですか？そうですね、はい。はい。いろんなパターンがある。あって、まあ、自分がお金毎月毎月払って通うパターンもあったりとか、まあ、あとは行政の方にお世話、支援で、ね、支援で、はい、入ったりとかするような形、まあ、いろんなパターンがあります。何をそうか、僕は、行政の方で、あ、はい、じゃあちょっと相談して、はい、そうです、市役所なんかもやって、はい、そうです、はい、そこ行くしかないよ君は、はい、そうです、はい、でもなんで嫌なんじゃない、もうそれもやっぱそのさっきも言ったようにその、まあ、僕が野球賭博で捕まってる間に、まあ、みんなも、まあ、みんなも僕捕まったんですけど、まあ、まあそれ改心して、まあ、みんなもちょっと頑張っていこうっていうような話になっとって、まあ、まあ当然僕は中におるんですけど、まあ、みんな頑張って、まあ、仕事を頑張っとったんですよ。で、まあ、みんなあの応援もしてくれとって、差し入れなの手紙とかもめっちゃくれとったんですよ。で今みんなこういう風な仕事してるわとか、ほんでまあ、頑張ってやって、うん、みんなも頑張ってるし谷川も頑張ってっていうような手紙ずっとくれとったんですけども、ほんで帰って、まあ、僕もほんまに中でも勉強いろんな勉強して、ほんでまあほんまにちょっと地に足つけて頑張っていこうと思って、で建設だったりとか、まあいろんなちょっとまあ投資の仕事だったりとか、まあいろんなそういうことしとったんですけども、なかなか僕そういう勉強っていうのがすごく苦手で、もともと本来で、それも、まあ、自分なりにやっとったんですけども、結果なかなかもう結果も出されへんくて、まあみんなそういう熱い気持ちの人間ばっかりの中でおって、そこでなんかまた劣等感感じてしまって、うん、でまあそこでこうまた薬逃げちゃったんですよ。それはもう事件になってないんですけども、うん、でそこで逃げちゃって、またもう初めてもうその時に正直もう僕死んだろって、もうあかんわって、もう生きてても、もうこんなん繰り返しやし、なんちゅう人生送ってんやと思って、これもうこんな裏切ってばっかりやったらもう嫌やと思って、もうほんまに死のうとまで考えたんですけども、やっぱ死にきれん自分がおって、で、まあもうさまよ、もうほんま人生さまよっとったんさ、その時は。その時に、まあ行政の方相談しに行って、もう薬もほんまにやめたいと。言うたら、そういうダルクっちゅうとこがあるよっちゅうて、で、いっぺん行ってみてってなって紹介してもらって、で、行ったんですよね。嫌になったの何ヶ月ぐらいですか？半年ぐらいですかね、まあ、7、8ヶ月ぐらいですかね、はい、それなんかあるんですか？徐々に、なんか最初は良かったんですよ、うん、あこれで立ち直れるんやったら、まあ、ほんまにちょっと一生懸命取り組んでいこうって思っとったんですけど、まあ、生活も慣れてきて、でなんかしたり、まあ、いろんな人間がおって、薬まあ、普通の精神薬とか眠剤とかもらってる人間もおるんですよ、中にはね。まあ、仲良くなった人間にそれをもらって、でそのまあ、僕の悪い癖なんですけど、これまあたびたびもらうようになって、でそこでまあ僕が変にちょっと寄れていってしまって、ほんで、まあ、もう自分の中でぐちゃぐちゃになって、わまた同じことしてるわ俺って、ここにこういうところまで来て、やめにまで来て、またこんな同じようなことしとるわと。なっても嫌になってもう出ていたんですよ、うん、はい、これでもまた捕まるんですか？捕まります、はい、そうです、そう、窃盗です、さっき言った、あんまりその事件内容っていうのか、その当初のことあんまり覚えてないんですけど、もうすごいもう薬いっぱい飲んどってよれてる状態で、なんかそのカバンをなんか僕持っていったらしくて、うん、でそれで捕まったんですけど、まあそれももう示談も全部して被害届戻してもらったんですけど、そういうつもりだったんじゃないと。で向こうのお店の人も理解してくれて、で示談も取れて、被害弁済もすべてして、被害届も下ろしたにも下ろしたんですけども、まあまあそのまま懲役になってしまったんですけど、ね、ああ過去の色々過去の、はい、そうです、はい、そうです。カバンってお店から盗んじゃったんですか？お店、店です、店です、はい、だからその人材だとか何だかを、はい、身につけちゃってわけわかんなくなっちゃった。そうです、はい、その薬が薬じゃなかったんじゃなかったです、はい、睡眠薬だ、はい、そういうのを、はい、飲みすぎて、
で、もうわけわかんない状態で、はい、そうです。で、それを、はい。もう、意識ない状態で、はい。カバンを盗んじゃったんですね。はい、そうなんですよ。その懲役はどうやったんですか？それがね、ちょうど1年ですね。え、じゃ、人生で懲役って今、合計何年あるんですか？ね、もう、未決とか、留置所とかはしたらもう13年ぐらい。だからもう、見てきた時点で言うと、もうじゃあ人生半分無所入ってるから。もうほんまにそうですね。はい。この1年は何してたの？何をでまず働こうと思うんですか？工場があるんですけど、はい、工場がありまして、はい、そこで、まあ、知り合いの親戚のおっちゃん紹介していただいて、はい、そこで働くことになったんですけど、まあ、3ヶ月か4ヶ月ぐらい働いとったんですけど、まあ、ちょっとコロナがほんま急激にすごくなって、緊急事態宣言とか出だして、はい、で、そこからちょっと仕事の方が薄くなっちゃって、はい。ほんでもうまあ、やっぱ自分も生活あるんで、またそこで仕事ないから言うて生活リズム崩したくもなかったんで、はい、で、まあ、ちょっとまあ、そこでショーが、まあ、紹介してくれて、まあ、応援で、仕事現場、たまに応援で入ったりとかするような形になっとったんですけども、ほんで、まあ、ショーが声かけてくれて、ショー何か、他人何か自分でなんか商売したらええねんって話してくれて、ほんで、まあ、自分の中でもいろんなこと考えて、まあ、飲食店とかも考えたんですけど、まあ、時期も時期だったんで、ほんで、まあ、僕、その刑務所おるときに、鉄腕ダッシュって番組あるんですけど、はいはい、ダッシュ村とか、はい、農業とかやったりとかして、はい、あれめっちゃ見とったんですよ。好きだった？めっちゃ好きやったんですよ。ほんで、はい、ああ、うわ、こんなめっちゃやりたいなっていうのが自分の中でずっと思っとって、そこで、まあ、畑なんか耕して、うん、まあ、野菜育てたり、米育てたりとか、なんか、何でも自分らで作るんですよ。うん、家も修理とか、家もなんか自分で納屋作ったりとか、船。東京の皆様ね。そう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 。はい、あんな人とめっちゃ僕、そういうのがめっちゃ好きなんですよ、もともと。刑務所が出てきたらそういうことって忘れちゃうんですよね。ああ、そっか。はい、そうなんですよ。さっき暇だけど怒ってる。はい、そうなんですよ。ほんで、でも、その何か自分ねせえへんってしたらええねんって言ってくれた時に、あ、農業変ちゃうかなと思って、あ、農業やりたいわ思って、で、まあ、農業も、まあ、自分のスタイルで、もう自分のペースで、やっていけたらなと思って、それで、まあ、農業するから言うて僕は、お金儲けのためにやりたいとかそんな風に全く思ってなくて、もう自分ほんまに食べていける分だけで稼いで、それでできたらいい、のほほんと自分のスタイルでやっていけたらいいなっていうような感じで思ってまして、でやっぱそれもさっきも言ったと思うんですけど、まあ今ね刑務所に入ってる方とか、まあ少年入ってる方とかいっぱいおると思うんですけど、出てきた時に中におる人らってやっぱり今回は絶対にもう更生して、まっとうに生きていこうっていう人もいっぱいおるんですよ、実際に。僕もそういう人間見てきてるんで。でも出てきた時に、やっぱその、いろんな劣等感、おのおのが劣等感感じて、また失敗してしまったりとか、する方ってやっぱ多いんですよ。まあ、その、一人のうちになるんですけど、自分も、はい。なんですけど、まあ、自分の好きなことをやって、のほんと、まあ、農業とかでも、やっていって、それでまあ、更生していければ、まあ、そういう人たちの道しるべじゃないんですけど、そんな偉そうなことを言える立場じゃないんですけど、まあまあそういうお金儲けとかそんなんじゃないんですけど、まあそういうの、そういう道もあるよっていうようなを見せれるような存在になりたいなっていうのはちょっと正直思ってまして。はい。まあちょっと知り合いのお世話になってる会長おるんですけども、会長の知り合いのところでちょっと今、いちごを作ってるんですよ。自分で。はい。ちょっとスペース借りて。はい。そこでちょっといちごを作らせていただいてるんですけど。あ、今もじゃそれやってるんですか？一応、はい。まあ、それでも、それに対してなんか収益あるかって言ったら全くないんですけど、勉強家庭でちょっとやらせていただいとって。はい。ダブルビッシュ翔さんとは、はい。どういうタイミングで再会するんですか？帰って、僕が今回出所して、その日におったんですよ。なんで？もうちょっと中でも手紙のやり取りとかしとったんで、はい。ほんでもう僕ももう師匠にももう迷惑をもうかけたくなかってちゃんと話して、で自分の思いっていうのを伝えたくて、ほんでその日に出所して会いに行ったんですけど、でまあそっからまた頑張りやーって声かけてくれて、ほんまやったら正直、まあ、もうこんなん言うのもあれなんですけど、僕も折れる場所なかったんですよ、正直。地元でもね、はい、もう何回も裏切ってしまってるし、今日自身も周りの方々にもうあかんって、もうあいつはあかんぞって言われてたはずなんですよ。まあ、僕もちらっとそういう話は聞いてるんで。にもかかわらず、翔はまあね、こんな自分なんですけども、ずっと手差し伸べてくれて。で、このままじゃあ自分もなんか
いや、いや、やし、次こそはっていう気持ちがあるんで、あいつはあかんあかんっていう人間も、それは言われて当然のことを僕してしまってるんで、僕何も言えないんですけど、その中でも一部の人間、僕の同級生おるんですけど、もう一番仲いい、まあ、張りた張りたいう同級生おるんですけど、とか、あと翔とかが、まあもうほんまに、まあ、その人間なんか応援してくれて、まあ頑張りやーって言ってくれて、まあずっと今、支えてくれてる状態なんで、まあそれでも、その中でまあ、自分もね、まあ今回こそは、っていう気持ちがあって、農業さんですよ。農業で、はい。六回目のあの逮捕がないように、はい。六回目の刑務所がないように、はい。その農業も、それは僕が今めっちゃ感じてるのが、ショーの YouTube で中でまあ自分農業やりたいな、農業やりたいって言ってたら、フォロワーさんがすごいあの応援してくれて、でいろんなあのところから、あこんなとこ農地あるよとか、いろいろ声かけてくださってるんですよね。でまあその僕もまあ。良くも悪くもこうやってもう前出て YouTube とかいろんなまあ YouTube とかでもう前出てしまってるんで、もう絶対にもう僕はもう何ですかね、そういうフォロワーさんとか応援してくれてる方々に対してもう絶対裏切りたくないし、まあどこまでできるかわからないんですけど、まあそれによってその焦ってやらなあかんやらなあかんとかじゃなくて、まあもうほんまに自分のペースでやっていって、まあちょっとずつまあいろんな批判も正直あると思うんですよ、この先ね。その犯罪者が作ったようなもんいらんわとか、まあ、言われることもあると思うんですけども、まあそんなでもやっぱ積み重ねていって、まあ、信用っていうのを得ていかしか道がないんで、やっぱりまあその中でもちょっと本気でちょっとほんまにやっていこうと考えます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあありがとうございました。え、ありがとうございます。ごちそうさまでした。話してました。緊張しました。あ、大丈夫です。緊張しましたよ。あ、でもいいことこのスタイル結構緊張するよ。めっちゃ緊張した。なかなかないんで。はい。あら、大阪からすみません、ありがとうございます。いやいや、ごちそうさまでした。お時間つけてもらって。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません、失礼します。ありがとうございます。